だいぶ国王強くなってきたね。ボディ924すごくねこれ。さあリーグ戦第5戦いきましょう。ウィーロー愛知、まあ、どっこいどっこいのねホーム戦、まあ、太郎のオーラが溜まってるっていうのがかなりプラスだね。いざとなったら発動して、もっといきなりクロス、服部判断早い、いいね。さあ群像、群像が上がる、群像からクロスが服部届いた、ナイスゴール。服部もフィジカルついてきたな、ね、ゴール前の競り合いに勝てるようになってきたね。さあ縦には誰もいない、うん、ニッチが走った、ニッチに出すか、出さない、あ出した。さあクロスから服部、いや服部ほんとフィジカル強かったわ。さあ王が、なんか王のあのフィジカルのゲージ長くない？明らか長いんだよな、なんかタックル食らった時にさ耐える回数が多いような気がする。おう、さあ豆が、おーいいね、うん、ハットには届かず。さあ潰せ潰せ、おおキーパーなんていらねえよと言わんばかりに見事なクリア。さあ豆がドリブルでいく、ハットリ、ハットリクロスから太郎のボレー、ナイスゴール、ゴール左隅突き刺さった。よしナイスナイスディフェンス、群像、群像からニッチー、ニッチーからどうする、ニッチー、ニッチーから太郎、太郎行くか、太郎再び太郎のゴール。いやズマーズのストライカーはお前だよ太郎。いやでもな正直ワールドクラスと変えたいな感はあるんだよな。太郎は確か代表クラスだったんだよね。代表クラスでこれならワールドクラスとかストライカーになるとさらに強くなるのかね。ストライカーって何なんだろうな一体。めちゃくちゃ点取ってるよ実際太郎。まあ、なんとか選手の給料賄えてるね。さあ千葉との勝ち点は2、直接対決が楽しみですね。あスポンサーこれいけるでしょ。じゃあ IT 企業これで契約と相なりましょう。新興 IT 企業牛島くんとかに出てくるようなさ感じだよね。やりました。我が社が今度作るサッカーゲームに誰かを起用、ああお願いします。あ誰がいいだろうな、やっぱ国王じゃないですか。国王がまあ、チームの顔の部分あるからね、国王こそが。ウスポンパース、ゴールキーパー、スパイダーか。いや、でもゴールキーパーはな、残念ながら。あ、マイケル・カシーン、スーパーゴールキーパーなんだ。いや、上があったんだ。世界のゴールキーパーの。なんだ、スーパーゴールキーパーって。まあ、スーパースターみたいな感じか。この子可愛いから、カシーン、カシーン狙いたいな最終的にはね。まあ、まだいいけど、それより先にファンタジスタね欲しいんだよな。ファンタジスタをニッチーと交換したい、叩けるのを。ファンタジスタ絶対楽しいってね、ドリブルでビンビンに切り込んでいくんでしょ。とストライカーね、ストライカーやっぱスーパースターがいいんだろうか、それともストライカーがいいんだろうか。こういうのさ、この交渉費用をさ見るとさ、明らかストライカーよりスーパースターの方がいいんだよな。まあひとまず木金叩けるの行くか、ファンタジスター。これニッチーの後釜ですよ。いや丸つかねーしびさあ第6戦笹団子新潟か。新潟はもう大丈夫でしょう。サポーターの数では負けてますけどね圧倒的に。さあ前半行きましょう。さあ勝っても伊藤から太郎、太郎のクロスから服部、まずは1点。さあカンナバーロ、カンナバーロがどうする、服部か。いや今自分で言っても面白そうだったけどね。さあ国王、おうよ、服部に集めるな。どうしたんだ
服部やっぱ忍者は人気なのか。さあ服部、潰された。さあ国王が持ち上げ、国王ね、やっぱね体力ゲージ長い、明らか長い。さあ服部ボレー。いや必要に服部に集めた理由がようやく分かりましたね。期待してたんだね、つまりは。さあガッテム糸が競り勝っている。ガッテム糸やっぱ強いな。さあどうする。おい、服部のボレー。服部ハットトリック。さあ豆から服部、服部どうする、これクロス。あー太郎潰された。国王が、いや国王、ちょっと待って、やっぱ国王ゲージ長いって、これめちゃくちゃ当たり強い。いやこれ見ると、いやこれだけのボディがあるストライカー欲しいな。ねえ、あー太郎には届かず、太郎じゃない、服部には届かず。いやこれボディめっちゃ大事でしょ。太郎もう一発、あーっとここでタイムアップ。しかし 3-0 で勝利。さあ千葉は 1-0 でしぶとく勝ってるね。いやこれは直接決着をつけるしかないね。さあ引き続きやっていきますか。これさ、施設の強化とかもやった方がいいんだろうかね。施設って強化するのと新しく与えるのはどっちがいいんだろう。同じもん2つ立ってもなんかなっていう感じはあるよね。強化してみるか。グッズや選手への影響が高いんで、これを強化してみましょう。これって収支が増えるってこと？このポイントの獲得が増えるってことか。さあ試合ですね、行きましょう。ブードウ山梨、あーこいつら強かった覚えあるな。強豪クラブとプロレベルって強豪の方が多分強いんだよね。待っていきましょうか。相変わらず満員だぜ、3万じゃ代表戦なんだよな入ってる数がワールドカップなんだよ。さあじゃあ今日も頑張っていきましょう。ドンコバチ中心でね。さあ服部からニッチへ、ニッチからオリバー、オリバーからロングボールが太郎には通らない。さあ、おお、さすがでございます国王。さあ、おお、やっぱ体力多いな。さあ豆、豆のシュート、服部、よーし、まずは先制。こぼれ球にいち早く反応するといえばね、この忍者ですから。さすが忍者、汚い。さあニッチが奪う、あニッチ潰されたね。頑張るオリバー。さあクロスが、国王、国王のフィジカルは世界一。いや山梨もさすがに強いな。さあ後ろどっついても忘れましたが、あオーラ発動できんね、ま、後半一発目でオーラ、ナイスナイスナイス。発動しようか、誰のオーラ発動かあった、ま、何しろこうあ太郎か、太郎が持ち込む、太郎、太郎キックが早い。さあ太郎、いやーさあ奪い奪い奪い太郎。いや太郎のオーラは期待できるでしょ。おいカンナバル大丈夫か本当に。ナイスキー、おおキャッチした、がっちりキャッチした。あガッテムイトオーラ発動できるけど、でもオーラ2人はもったいないよな。いや太郎にボールが当たればな、期待できるんだけど。潰したカンドバロ、ナイス豆、豆からニッチ、ニッチから太郎、太郎が持ち込む、打て、うん、クロス、服部、いやー潰された。豆いけ、うわー服部が反応してたけどね。さあガッテムイト、ガッテムイト、あー太郎には届かない。さあ群像から太郎、あー勝った、よしよしよし、太郎不発のあれど見事に 1-0 勝利。あこの勝利でかいでしょう。ブードウ山梨は多分ね優勝候補の一角だと思うんだよね。首位は千葉か、これ千葉ダービーなのかもしかして優勝決定戦は。だとしたら熱いね。でハートが58溜まってるんで地域の活動へ行こう。これ地域の活動もさ、S ランにするとなんか解除されてするのかね。だから握手会のレベルをどんどん上げていこう。
さあ、握手会活動完了。ファンが増えてないんだが。これはどうなんすか？あ、スポンサー候補。いいね。さあ、第8、おっと、ここで来た、千葉ダービー。行きますか。さあ、ダービーマッチ、ちょっと4万人超えてる入りすぎだろ、いくらあんの。よーし、勝つぞ。絶対に負けられない戦いがここにはある。いいんです。いや、もうオーラぶっぱでしょ、これは。服部オーラか。いや、服部オーラ期待できんじゃない。さあ、太郎が持ち込み、太郎からクロス、服部、よっ、んぬ、もう一発。何やってんだいやー、ポスト叩いたか。さあ、ニッチ、ニッチから前に太郎、太郎がクロス、服部、うわー、守るねー。豆、よし、ナイス豆。さあ、服部が持ち込む、早い早い早い。さあ、クロスが太郎に、太郎、またポスト、よしよーし。いやー、ポスト叩いたけどどうなることかと思ったけどね。よし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 、まずは先生、ピーナッツ千葉。いや、この先制点でかいな。ただ守りきる考えじゃなくて攻めきろう。さあ、いや、潰されてる、ナイスキー。さすが世界のゴールキーパー川津。さあ、再び服部に当たらない。お、よし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 、 1-0 で折り返し。まあ、後半勝っても伊藤がオーラ溜まってるんで、勝っても伊藤のオーラぶっ破していきましょう。いや、勝っても伊藤の周りにボールがいかないな。さあ、太郎一人、よし、2-0。さすがは太郎が綺麗に抜け出してたね。いや、これでオーラいらなくなるでしょ。オーラ温存できる、勝っても伊藤の。いやね、千葉ね、やっぱフィジカル強いね。さあ、カノバロ、早いクロス、国宝が潰しておられる。お、太郎抜け出した。太郎、あー、潰されたか。あれが服部だったら面白いんだけどね、抜け出すのが。さあ、奪ったのはオリバー、時間使ってるね。さあ、勝っても伊藤がサイド上がり、お、スライディングかし、クロス、あー、服部フィジカルあんま強くないからね、しょうがないね。国宝フィジカル強すぎる。よし、2-0完勝。これはでかい。これで首位でしょ。5連勝破竹の勢い。お、そして服部が5試合連続ゴール決めている。ついに首位陥落。我らズマーズが首位ですね。これまだ試合あるんだよね。8試合置いてたからね。あと3試合か。さあ、3人再び選手を買い戻しました。まあ、これで、この辺のね、ポイントのブーストができたらいいなと考えています。そう、服部が走っている。やっぱね、日々の走り込みが大事なんですよ。そうだよね、選手が増えたことで、この辺の施設の使用頻度が明らかに増えてるもんね。だ、ポイントが溜まるようになってるんだよな。さあ、リーグ第9戦。行きましょう。ちやこさん、頑張りましょう、今日も。カモメーの神奈川、3位か。いや、まだまだ油断できないね。いやー、まあ、スコアを見ながら、オーラ吐くかどうか、決めていきましょう。さあ、オリバーのスローイン。ニッチへ通った。ニッチから、ガッテム伊藤、打つか、打った、おー、ナイスシュート。いや、すごいシュートだったな、ガッテム伊藤。さあ、ニッチのクロス、コーナーから、服部は反応できない。さあ、群像。さあ、ガッテム伊藤再び、ガッテム伊藤のシュート、服部は反応できず。いやー、ガッテム伊藤、積極的にいいね。さあ、国王が上がる。国王もしかして、サイドの太郎から、あー、服部潰されている。いやー、なかなかやるな、カモメーの神奈川。さあ、前半終えて 0-0。後半、ガッテム伊藤のオーラー、吐くべきない気がすんな。ここはね、確実に勝ちを取りたいもんね。左下を連打しながら様子を見ましょう。さあ、服部が持ち込み、服部、おーし、い
いや、ずっと積極的なんだよな、みんな。結構シュート数も多いんだけど、ガッてもいいと、ほら下がってもいいと持ち込み、もうにどんだけポストに嫌われてんだ、一体。さあ、ここからガッテム、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 すげえ。なんちゅうシュートだ。ねえ。弾丸みたいなシュートが、相手ゴールに突き刺さりましたね。いや、ナイスシュート、ガッテム、いいと。さあ、前に通らない。しかし、竹山、ボディービル竹山から、前に通らないか。さあ、神田バロ、神田バロ潰し。中へ、中のガッテム、いいと。再びガッテム。ガッテムがクロスを、太郎には通らない。さあ、ニッチ、よーし硬い硬すぎる !1-0 勝利千葉負けたということは、勝ち点差4。これ、次勝ったら優勝でしょ、じゃないかな。いや、でかすぎる、いくらなんでもでかすぎる、この勝利は。地域の活動、握手会のね、レベルをどんどん上げていきましょう。いやー、すごい勝利だったな。あれ、これ、地域の活動って、二ついっぺんできるんだ。へー、あ、じゃあガンガンやろう。こう、いろんなのがいっぺんできるんだったら、地元の食品会社、行きましょう。再び。あ、これで決まるでしょう。よしよし、決まったね。なんか巨大な卵みたいなの持ってんだけど。なんなの、この人。さあ。新しいスポンサーと契約成立。食品会社社長。なに、これ何なんですか、一体。はい、よろしくお願いします。あ、活動、あ、なるほどね。あ、トレーニング。いいね。新しいカップ戦。お、なに、特訓バナナシュート、ちょっといろんなのが。キックボクシング、いや、キックボクシングで。怪我するわ、あんなもん。バナナシュート。で、やる？バナナシュートでも、キーパーの能力上がんのかな？あ、キーパーも一応上がるんだ。どうしよっかな。やっぱバーベル上げかな、まずは。河津がね、だいぶ信頼できるからね、キーパーとして。いや、しかしこうやって見ると、国王のあの強さ納得できるよね。ボディ1000いくんだか、間もなく。これ999がやっぱ上限なのかな。ゲージ見るとぽいよね。参加可能とカップ戦気になるね。いい賞金がね賞金が欲しいんさ。あ、そうだ、やはり今日勝つと優勝が決まる。勝ちましょう。茨城納豆ズリーグ8位。まあでも油断はね、大敵。スタジアム、でかい納豆ズスタジアム。アウェイの地で優勝決めますか。できればね、ホームが良かったけど。まあ、まずは勝とう。攻められてるよ、大丈夫か。カンナバルが止める。カンナバルも少しずつ少しずつ確実に強くはなってるね。さあ、ハットリが抜け出し、クロスからの、太郎、太郎のボレー。さすがは太郎でございます。いやー、太郎でもね、交代候補なんだよな。いや、何はともあれ、まずは先制。さあ、ガッテム伊藤が潰せず。さあ、突破を許さず。さすがオリバー。うん、奪われた。大丈夫これ。キバ、ナイスキー。さあ、潰せ。ナイススライディング、太郎。ああ、潰された。しかし、ニッチがまた奪う。目まぐるしいね、この攻防。ニッチ一人。ああ、ナイスシュー、ナイスシューだ。さあ、ゴールキック、もう潰されてる、ニッチが。さあ、潰せ。ナイスキーパー、どんだけ飛ぶんだ、この人。いや、ナイスキーパー。さあ、ガッテム、潰した。ガッテムが、太郎へ、太郎から、中野、ハットリ！ニッチ！うわぁ！惜しかったね、今ね。ハットリがおとりになって、ニッチ、形だったんだけど。残念ながらゴールを奪えず。さあ、外のガッテム。ガッテム？ガッテムから太郎？太郎？太郎！やはりこの男！太郎の見事なボレーで2対0。いや、これでもらったんじゃないか？さあ、ここ一つ守ろう。国王。国王が潰し。奪い去る。そして勝利。あ、優勝だ！やった！ついに全国リーグ優勝。
全国リーグ優勝って別にもう、日本一ってわけじゃないんだよね、きっとね。やりました。賞金1億円。さあ、帰ろう、千葉へ。さあ。そうか、選手増えたもんね。獲得する選手。あ、そうか、選手増えたんだよね。誰が変わったんだ？山田、モジャロー。なんだ、モジャローって。代表クラスか。もう、代表クラスには、用はないんだよな。いや、この辺、ちょっと待って。高すぎん、いくらなんでも。ライオネルご飯、ポポパパス。これなんだろうね、ライオネルご飯、ポポパパスって。ご飯、ボバンかなと思ったんだけど、ボバンだったら、だってあの人ミッドフィルダーだもんね、クロアチアの。木金叩けるの、取りに行きますか。これがニッチーのアタガマ候補なんだよね。さあ、テロリンって、他の1個でいい。いや、全国リーグ優勝チームぞ、こっちは。いやー、もう、頼む、4回は行きたくないんだよ。テロリン、テロリン、なんでだよ、もう4回コース。はい、じゃあ決めましょう、叩けるの。なんで今更。ふざけんな。はい、いらっしゃいませ。で、これで木金叩けるのとニッチーが、交代ということになるわけなんですよ。じゃあニッチーと叩けるのを変えましょう。いや、これトップ下がファンタジストだからね、楽しみだな。さあ、リーグ最終節、まあ、もう優勝決めてますからね。最後ホームでやりたかったな試合、静岡うなぎ。なんかあんまり印象に残ってないな。まあ、地方クラブ相手にね、今更負けはなかろうって、完結で大きく負けてる。さあ、叩けるのデビュー戦、行きましょう。消化試合というの、手は抜かんよ、我らズマーズは。おー、ズマユナイテー、ズマユナイテー、あーしゃ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 。だろう、だろう、だろう、いやー、ズマーズ、つえさあ、叩けるの、叩けるの、叩けるのが、かわし、いや、今、一人でもよかったんじゃないか、叩けるの。ねえ。さあ、竹山から、ハットリ、ハットリが一人、シュート素晴らしいゴール。いや、ハットリ、キック力すごいね。すさまじい、弾丸シュートだったわ、今。さあ、前半早くも2対0。もはや体勢は決したと言ってしまっていいかな。さあ、ハットリ、ハットリ、この男止まらん。いやー言葉も出ない、強すぎるズマーズ。さあ、再びハットリ、ハットリが持ち込み、太郎、太郎から、ここでハーフタイムの笛。いやー、つえー、なんだ今のちょっと、じゃ、何今の、これただのキーパーのボンミスだよ今ね。うなぎん、あまりの衝撃にキーパーが正気を失ってしまったか。さあ、潰す、竹山から前の太郎、太郎、あ、太郎が引導を渡すかと思ったけどね。さあ、国王、国王、国王早くね。さあ、木金叩けるの、叩けるのの華麗なステップから太郎が解釈、ゴール、静岡うなぎん切腹。おー、つまゆないで、つまゆないで、つまゆないで、やった。強し、いくらなんでも強し、強し、しっかりしなさい、ハットトリック太郎。いやー、でも太郎交換候補なんだよな。10勝1分け、見事すぎる成績、インビンシブルスと呼んでください。全国リーグ優勝、これこの上は何なんだろう。あ、
日本一になったの？クマックス杯。これゼロックススーパーカップ。2億円。あら。2億円とな。あとはもうリーグ戦はとりあえず今は、あ、でも難易度 B だからね、まだ A と S があるってことだよこれきっとね。え、なんだ、だって国内最高峰のリーグだよこれ。あ、来た、なんかワールドリーグ会長、世界のサッカークラブの協会で会長。え、プラッター。確かにプラッター、黒いマフィアチックなイメージあるけどさ、金的なね。ワールドリーグに招待されちゃったよ。え、相手が気になるな。ねえ、もう待たれている。世界一を争う有名な、ちょっと待って、次がワールドリーグで世界一だったらその次は何なの？え、だって、え、その次あるよねきっとね。え、ちょ、相手が気になる、そんなことより。ワールドリーグチームは、あ、スペイン、イタリア、ドイツ。国の代表と試合すんの？